客様の声ですね、子どもたちあるいは、女性の方々、その層に、南部せんべいを食べていただきたかったという思いが一番です。はい、もちろん賛否両論ありましたし、まあ反対の方がだいぶ多かったんですけども、まあ、初めは自分で壊したんですけどね、ハンマーで砕いてでチョコレートを混ぜて組み合わせてみてと、見た目は普通のクランチなんですが、その食感が南部せんべいを感じるものにしなければないので、先人たちが守ってきたものは壊してないつもりで、形を変える意味のクラッシュですということで、なんとか納得をしてもらってですね、スタートしました。発売前はですね、私やっぱり突っ走った部分もありまして、本当に寝れない眠れない夜を過ごしたわけで、発売後はまさかのやはり大反響でございまして、お客様の大好評の声がですねあまりに大きくて、やっぱりぐっと胸に来た、込み上げたものがありましたし、これはそのやっぱり南部せんべい好きしか、成し得なかったというか、まあ私一人が頑張ろうとですねおそらく実現できなかったものであろうし、この南部せんべいの、まあ、一応プロたちが、集まって、仕上がったものだと思っています。はい。